<ズ> JR 東海と JR 西日本は会員制のインターネット予約サービスを利用し一定の条件を満たした場合、東海道・山陽新幹線ののぞみに乗る子どもを11月24日から12月19日までの間、実質無料にすると発表しました。対象は東京博多間のうち 近距離を除く大半の区間の普通車指定席とグリーン席です大人と6歳から12歳未満の子どもの分を会員制ネット予約サービスのエクスプレス予約またはスマート EX で同時購入するほか全員が IC カードで乗車することなどが条件となっています購入後2週間程度で子どもの分を全額返金します 大人1人につき最大5人の子どもが無料となりますコロナ禍で減少した子連れでの家族旅行の利用回復を狙います